馬県沼田市吹割の滝。皆さんこんにちは。今日は群馬県沼田市にある吹割の滝に来ています。迫力がある滝が見れるそうなので楽しみです。それでは行ってみましょう。滝に向かう遊歩道にはお土産屋が並んでいますよ。何かいろいろと置いてじゃなくて売っています。目薬の木に山椒の木、ほうきにざる、手作り十割そば、ざるそば。なんだろう、この看板自体が売り物ってことなのかな。今日は晴れていい観光日より、いくらか汗ばむ陽気です。あはは、いろいろあるね。この先に行くとお蕎麦屋さんがあるみたい。でも今はお腹空いていないからパスします。さあ滝を見に行きましょう。ここを左手に行きます。遊歩道に沿って一周回ってこれるんだ。現在地がここね。吹割大橋第3観瀑台展望台のことかな。第3展望台、まず鳥の滝、獅子岩、神奈川、第2観瀑台、第1観瀑台、吹割の滝、吹割橋、夫婦岩で一周ね。約2キロくらいあるね。あ、反対方向から見てた。だって第3展望台が第1展望台より先に出てくるのは変だもんね。あ、見えてきた。木で隠れてあんまり見えないけど、あれがマストビの滝みたいね。この滝の名前の由来は、昔マスがこの段差を登れず懸命に越えようと飛び跳ねていたことから、マストビの滝と呼ばれるようになったそうです。足を滑らせたら落ちそうだよ。
くて良いですよ。遊歩道は狭いので、すれ違いは譲り合いですね。ここからの眺めも絶景ですよ。上から見るとまた違った見え方になるね。ごめんなさい。この先も画像は紛失してしまってないのです。動画はこれで終わりです。一周する時間はだいたい1時間くらいです。ご視聴ありがとうございました。皆さんもここに涼みに来てはいかがでしょうか。よろしければ、チャンネル登録お願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。